本当だ。全然違う、うん、あら肩全身がやっぱり、こんにちは、マスオタです。じゃあ、はい、花岡にラジオです。私は鍼灸整体サロンコアの松村優香です。優香先生、カモン。あ、カモンじゃない、来た、イエーイ間違えた、いや、分かりにくい。前回ありがとうございます、マッハリしていただいて、おかげさまであれ、なんか8万ぐらい回ってるんですよ、うんうんうん、8万再生ぐらいやっててお客様が結構、はい、来ていただいて、ありがたいことに、ねはい、おかげさまでね、僕らの予約が取りづらくなって、本当ですよ、最悪ですよ。今回は二階堂さんやっていただきます。なんか肝臓の位置ずらすとかいうなんかやつしかやってもらってないんでね、うん、今日はちょっとプスプスプチプチをやってもらおうかな。で、僕もね、その後やっていただくんで、はい、はい、じゃあ、すみません、よろしくお願いします。お願いします、はい、せーの、レッツゴー。マキオタ道中記。ああ緊張すんね。じゃあ体のバランス見ていきます、はい、左下がりですね。左下がり、はい、あら、あら、じゃあこれで前屈してください。はい、戻ってください。はい、もう一回前屈してもらっていいですか。はい、戻ってください。今度で何か分かる。はい、骨盤の動きを見てみます。あ、なるほど。今ので痛みはなかったですか。痛みはないですね。こう、はい、これで後ろ、はい、こう、はい、こうで後ろ、後ろ、ほう、これは痛みとかしんどさ出ますか。ないです。そんなので何か分かるのかね、君。大丈夫なのか、エコちゃん。頭ぺったんこですけど大丈夫ですか。なんかなんかね、うん、凹んでます。なんかアイパーみたいなですね。アイパーうち実家床屋やからさ、アイパーとか久しぶり聞いたよ。右と左どっちの方が痛い。右が痛い。右、いや、お、硬い。先生、怖いんだよね。なんでですか。なんでなんで。いや、わからん、もうこ、怖い、怖いっていうイメージしかない。絶対痛いことするもん。あの、ずっとね、後で言ってたんですよね、なんか優香先生、絶対ド S だって。絶対ド S でしょうよ。よく言われます。あ、やっぱりやっぱそうなんですか。じゃあ仰向けになってください。はい、ほら、仰向けスタートさせる時点でもう S 用。いやいや、そんなもんやろ。大体絶対 S なんですよ。あ、ネックレス揃うか。はい、一通り取りますわ。ちょっとちぎった方が、はい、やめてって。ガチで嫌がったじゃないの。ちぎった方が早いと思う、ね、全部そっち置きましょうか。なんか普通はさ、置いていいですか。置きましょうか。人に言う時の言い方ですね。これ何しますか。これは頸椎の動きを見てます。なるほど。仮装した後に骨を拾うときに喉仏って拾うじゃないですか、はい、あれは第二頸椎のことなんでね、ん、喉にある喉仏とは違います。あ、そうなんですね。はい、喉の喉仏は軟骨なんで全部燃えてしまいますので仮装する。あ、そうなんだ。はい、さすが元葬儀屋さん、詳しく、ありがとうございます。霊柩車でマクドナルドのドライブスルー行ったりしました、ね。言ったらダメですか。あんま言ったらダメ。バーって入ってくるじゃないですか。そしたらみんなクルーの人たちこうやってウェブ隠して。いやいや、そうだ。レギュラー来た。それは知らんけどさ。しよったかもしれんけど知らんけど。で、なんだっけ、クォーターパンダ。あ、クォーターパンダチーズバーガーばっか食べたね、当時ね。で、それを頼んで、パーン。いや、なじってなりながら。なじながら出ないし。みんな手とかで合唱するわよ。もうその時ばかりはスマイル0円はもう通用しない。いや。どうですか。チャクラが乱れてますね。いやいやいや。心臓の第四チャクラ、ね、寝れんし俺そんな。愛が不足してます。そうなの。え、愛とかいります。愛とかいります。愛などいらぬ。遅いよね。遅かった。1回振ってから。皆さん遅かった今。チャクラって何ですか。チャクラはエネルギーの通り道で、第一から第七まであるんですけど、それは何を意味するかっていうのがそれぞれ場所によって違ってきます。第四チャクラは心臓とかと関連があって、愛情とか情熱とかそういうところで満ちたり足りなかったりする。ああ、なるほど。情熱ないもんね。というか、まあ、あれかな、奥さんとプチ喧嘩したから昨日。いや、でもそれもあります。そういうのある。はい、関係ある。すごい、うん、あります。そういうのが分かるんだね。二階堂さんの場合は、はい、肝臓、腎臓、チャクラ、はい、と第二頸椎、第六頸椎がねじれてるのでマジか。はい、そこの施術をしていきます。おう、もうしちゃっていいですか。いや、していい、いいけど、はい、大丈夫。別にそういうのじゃないので、万が一そういう反応が出ても肯定反応だと思ってください。まあまあ、ここがこれ変な意味じゃなくてね、はい、先に言っとかないとちょっと後から言うと言い訳みたいになっちゃうんで。
男の人にね、カイロに行った時まずこう体もみほぐしされるんですけど、はい、もうバキバキになっちゃうんですよその時点で、だからどうも血行が良くなった時と眠い時にバキバキになるんで、はい、それ想像してるだけでもなってきようやもん、ちょっと見たくないよ、いや大きくなったらいけんなと思ったら大きくなるっていうね、ちょっと勘弁してください本当気色悪いわもう、そういうのじゃないんですいません、奥さんもそういうのじゃないからね本当もう。いや今の顔も息子そっくりやな。倒せます。あもう浮いてるねもうね。浮いてます。あ浮いてますね。もう浮いちゃうで、腰がついてきて、あ腰が浮いちゃうこれ。どっちの方が筋肉差ありますか。こっちの方がもう思いっきりついていっちゃう。ここそうですね、うん、でこれ胃の裏、はあ、で胃の裏これ肝臓の裏、はあ、肝臓疲れてます。うん腰ばゆい感じがするちょっと、うん細ばさとか硬さ、痛さ、硬い、うん、硬い感じがありますよね、うん、はい、これが前言ってる下垂が起こってる状態です、はい、あらで、こっちの腎臓マシで、こっちの腎臓がちょっと硬いね、そこね、あ、本当だ、うん、全然違う。なんでここが下垂してて右側が下垂してる。はい、で、心臓のツボなんですけどこれは痛いですか。若干痛いですね、うん、そう、それ僕も痛かったんです、それ、うん、何ですか。これは、ね、おそらく元から弱い場所じゃないんですけど奥さんと喧嘩してチャクラが乱れて疲れてます。はあ。いや、やっぱさ、そのメンタルみたいなの言うじゃないですか、大事なんですね、そういうのもね。大事です。ね、これビート板じゃないこれやっぱり泳いでください。上抜いた方がいいですか。いや、ビート板と便座やん、もう何だろう。いや、便座じゃねえ、もういらんこと言うな今。見てわかるでしょ、ゆきやさん正座してるとコンパクトになるんですね、なんだろう思いません、なんかこんなに短いですよ縦横比がね、うん、なんかちょっとおかしくなる、ガンタンクみたいな。うわー、人の見るの初めてや。ほんと痛いことせんだよ。わかりました。針刺すのに痛くないわけないやん、どう考えたら。痛いことせんでよって言われて、ここがおかしい、わかります。頭おかしい、頭がおかしい、痛いね、うん、そこ痛い、痛い。こっちはそっちそうでもない、うん、左が痛い、頸椎が右回りに歪んでる。うん、でも松本さんよりここはマシです。あ、そうなの、うん、ここは松本さんと同じぐらい。うん、総合すると僕の方が悪いってことですね。うん、松本さんの方がメンタル弱そうな。バレましたね、僕メンタル弱いんですよ。じゃあ、ケチ2番のところから行きます。楽しみ、行くぞ。結構行きますよね。ヒゲさんが毎回言うんですけど、それ言うと怖くなっちゃうんです。いや、めっちゃ深く刺す。それ言うと、やられてる側は怖くなっちゃう。めっちゃ深く刺す。でもほら、痛くないですよね、ニカラさんね、うん、痛くはないよ。多分これよりも内臓のところの方が痛そう、肝臓の裏が痛そう。なんかね、こう見てると体型がね、ドラクエ6のムドウみたいに。先生、こういうさ、はい、笑わすのってダメでしょ。これ、いや違う、これがエニタイムに行った結果ですね。エンタルフィットネスで筋トレした結果、無道みたいな体験なの。手元が狂うからちょっと、やっぱ喋るとちょっと痛いんだよ。喋らない方がいいですよ。別に喋ってくれたら一言も言ってないんで、大丈夫、静かにしといてください。この辺が心臓の裏、うん、僕がヤバかったところですね。そうです、多分松本さんぐらいの反応はしないはずです。大丈夫ですか。なんともない。なんか香り焚いてますか今。赤ワインのディフューザーを。それでか、いい香りがすぐるなと思って。偉い、いい香りがすぐるってなんですか今ね。いや、針が今進んでいったら急にね、匂いがしだしたんですよ。鼻が通り出したってことか。そういうのあります。嗅覚が急に強くなる。ありますあります。あ、そうなんですね。いいことですね。あとね、ちょっとうずいてますよ。いや、もういらんこと言わんでやめて。あ、なるほど、血流が良くなるとね。そういうことか。イボジが出るけんね。そうそう、ちょっとね、僕地持ちなんで。地持ち？地持ち。ちょっと笑わんで、笑わんで、危ないで、危ないよ。ダメよ、ダメよ。腰にレンガ置かれたみたいな感じ。あ、そんなに？腰がズーンって重たい。あ、わかるわかる。響きがね。響きって何？響きって言うみたいですよね、こういうなんかズンってくるやつ。あ、そうなの。うん、なんか声帯の動画編集してたとか。そういうさすがワードがあるということで。あー、なんだこれ。なんか腰が、腰に針してもらったの初めてですか。今腰に針入ってるんですか。うん、初めて。デコにしかしたことない。
なんでデコに針したんですか。島谷先生がそうしちゃうんだ。誰や。私はアジアのパピオン。嫌がりにする。島谷人目ですね。痛い。腰が痛い。痛い。腰の筋肉を箸でつままれようような感じ。あ、ちょっとピリピリする。ビク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 ってする腰の筋肉が。なんだろうこの痛さ。つねられてるみたいな。激痛ではないんやけど、痛ったっていう感じ。昨日ってイライラしたり憂鬱になったりとかありました？がっつりありました。それも体に出てます。あ、やっぱイライラしてたんですか、特にあれかもしれないね。食べ物がないのはやっぱり二階堂さんもイラついとったかもしれないね、糖質制限してるんで、昨日そんで羽田空港が断水してたんですよ、原因不明の、だから飲食店が空いてなくて、食べ物がなかったんですよ。僕も糖質制限してるから炭水化物だらけでね、カフェとか行っても握り飯とかパンが食えないから、食えないから、食べ物がないんですよ。そうそう、それは辛いですね。そう、イライラするのやっぱあれね、どう思います優香先生、糖質制限って肝臓に効果あったりするんですよ。今何した何に反応したんですか。激痛やったんですけど背中が。今何したちょっと待ってごめんね、激痛やったよ本当に、本当ごめん。こういうのおもろいよね、今大丈夫。大丈夫。刺したら大丈夫なんだ。何今の。これでしばらく置いておきます、一番悪いとこで立ちことかな。で、糖質制限が何でしたっけ。糖質制限すると、はい、本来肝臓にいいんですけど、二階堂さんの場合その我慢したイライラが強すぎて、逆に肝臓にストレス溜まってるんで、二階堂さんは向いてないと思います。そんなの勝手に決めんじゃねえよ俺がやりたいようにやるよ。でもタンパク質中心でそれでストレス溜まらなかったらいいかもしれないです。はい、この辺赤くなってきました。本当だ、右と左で本当だ、全然違う、手だ全然違う、本場のやつや全然違う、本当や、何が違う、色が違う、いや色が違う、綺麗に落としとこうか。右の腰が痛いなぁ。あ、本当右が赤くなったもんね。右赤くなったもんね。ヒゲさんなんで撮ったんですか。記念に撮ったなんか人生ゲームみたいな子供たくさん増えたなみたいな、もう車乗らんぞみたいな感じで、ね、男の子ばっかり、男の子ばっかりここもちょっと赤くなってきてますね。本当ですか。あ、本当やん。これ血流悪くなってたところが良くなり始めてるサインです。悪かったんですね、やっぱそっち悪かったです。二川さん糖質制限向いてないんだって。やめた方がいいよ。僕ね、ダメなんですよ。僕すぐイライラするんですよ、糖質制限してると、いや、全然平気なんですよ。米食わないとかは平気じゃないですか、僕。ただ、食うもんがなかった時にすげえイライラするんですよね。うわ、何も食うもんがないってなったら、もうイライラがもうすぐピークになって、すぐ態度に出ますからね。俺多分ね、食べるもんがないイライラというよりも、横で松尾さんがイライラしてるのがイライラする感じじゃん。いや、なんだよ。人のせいにすんなよ。いや、ありますよ、ありますよ、そういうの。いや、なんか、うわ、松尾さんがイライラしてるっていうストレス。そう、怖いですよね。嫌だなっていう。多分それだと思うのでよく分からんけど、多分違いますね。イライラするんですね。すぐイライラする。そう、僕すぐイライラします。その辺の子供とかすぐ蹴り上げるもんね。いや、テリーマンに。どズンってきた、ズンってきた、ズンってくるよ。いや、来るよってビリビリする背中が。マジ。はい、うん、うわ、ニカさん終わったよ。なんかテカテカしてるんですよ、背中。まあ、ほんとっすね。うわ、汗が、うわ、すごい。あら、肩？腹筋見えたよね。全身がやっぱり。え？腹筋が見えたよ。もうここの。自分ではなんとも分からんけど。あ、違う違う。うん。マジ？そうじゃない。そうじゃない。そうじゃないな。じゃあ行きますよ。そんなんどうでもいい。わ、すごい。横向いて横。本当やね。あ、やっぱヘッドホンが閉まってますね。わかった。ヤエバだ。ヤエバの感じが。S っぽさがあるんだ多分。あ、結構尖ってますよね。結構尖ってますね、刃がね。それでだ、分かった今。僕もそうです。僕剣士が。あ、本当に？あ、本当だ本当だ。本当だ。異常なぐらい剣士だ。いやいやいや、吸血鬼やん。そう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 。よく言われる。二人して吸血鬼やん。よかったです。よく言われます。二人とも目細いし、もうどうしたことよこれ。吸血鬼なのか。言うほど細くないでしょ。笑わされてちょっとやめて。この辺痛みどんな感じですか。痛くないです。痛くない。ちょっと気持ちいい感じですね。こっち。気持ちいい、痛くない。さっき痛かったやつですか。痛かったです。そっか。これは。あ、痛くないですね先生。変わったね。ここは左が硬いですね、なんかね、まだ残る、残ってんだ、なるほど、
肌が残るので、うん、そういう場合は整体していきます。ああ、なるほど。マキオタ道中期どうでしたか、はい、思ったよりね、痛かったの。ああ、言ったね、痛い、うん、真っ赤やったよ、こっち。そうなんだね、自分で見てないからちょっとね、動画楽しみにしておきますけど、うん、なんかすごい腰のあたりがね、腰をね、ギューってつままれてるような感触がずっとあったのよ、この辺を。刺してる場所と関係ないでしょ、うん、関係ない場所、はい、悪いんですよね。悪いです。めっちゃ悪いです。いやー、思ったよね。そんな感じになってんだったね。まあ、一回刺してもらうといい、みんなもプチ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 ってね、はい。ということで、予約状況どうですか？結構埋まってきてる感じ、ね、はい、埋まってきてます。まあ、年内だったら初回割引を動画見たって言っていただけると、うん。そうだそうだそうだ、はいうん。いくらでしたっけ？通常を6500円で、パリの場合はプラス500円なんですけど、1回が動画価格で2480円。はい。はい。わかりました。すごい。はい、ということで、チャンネル登録お願いします。Good job.